ついでに40発もちょっと整備終わったんで、このパーキングが調子悪いね。もう古いからもうすぐ振動で狂っちゃったりね、でも部品が脱落しちゃったり大変なんですけどね。コメットのパーケ10キロ読みでどう見ても無理がありますよね。はい、そういうわけで40発も興味あるでしょ、どのくらい出るんだかね。電気もあまりにも食うんですよね。40発なんで1キロ出そうが2キロ出そうが弾の数だけアイドリング食うんで、アイドリングというかね、電気食うんで効率悪いですからね。ちっちゃいパーだとね、電気食いますね。どうせならいっぱい出してくださいって感じですよね。ちょこっと押してみましょうか。出るよやっぱり。これで10キロ、5キロか。うちのパーケ5キロなんですぐ叩いちゃうと思いますけどね。意外と出ないね。電気がないのかな、うちも。握りで1ワットぐらいですけどね。ピークで8ワットぐらい。あ、なんか電気の通りが悪いな、これ。どっか接触不良だな。こんなもんなんですかね。もうちょっと電気あれば出ると思いますけどね。電圧のも違いでもだいぶ、今20、何ボルトにしたんだろう。26ボルト、6.5 ボルトにしてあるから、28とかにすると、またあと2割以上出ると思いますけどね。吉野さんのは安全設計なんで、少し押し入れないと出ませんよね。まあ故障しないで使うっていうのがいいのかな。はい、そんな感じでね、40発すごいですよ。すごいパワーです。あれ、これで6キロかな、5キロかな。というわけで、バリバリ出したい人はもうちょっと押してください。だいたいファイナル4発で受けてますからね。本来ならピークで50ワットぐらい入れていいんじゃないのかな、フルに出すんならね。ぐらい入れないと出ないと思うんですけどね。やると壊れるからやめてください。はい、4発の中押し4発のファイナルが36なのかな。ちょっと蓋開けてみるか。もしもし。よいしょ。あれ、蓋のっけたら開かなくなっちゃったな。よいしょ、開かないんすけど。よいしょ。よっこらしょ、危ないなこれ。電気を切りましょう。片側2、4、ロー、ヤーと12、14、16か。16。8発が2台乗っかってるんですね、片面にね。で、反対にも8発が2台、16、16で32か。それでこっちのに押しが2個入ってるんですよね。こっち側に押しが2個入ってて。だから、どうなんすかってね。あれ、こっちどうなってたっけな。よいしょ、こっちは、あ、こっちにも押しが2個入ってら。2個入って、あ、4個入ってんだ。4個入ってんだから、8発を2発で押してるんですよね。8発を2発で押してるんだけど、それが4台入ってるから、だいたい8発だって5ワットや6ワットしますからね。
それが4台入ってるから6ワットで押したとしたって6×24ワット、24ワット押さないと普通の8発のパワーが出ないと思うんで、もう1段欲しかったですね、2発ぐらいね。というわけでね、小蓋かけて使ってる人が多いのかなっていうことですね。まあそうやって使えって指導しちゃったのが悪いんですけどね、壊れないで使うならこれで押し上げても出ねえなみたいな使い方でもいいんじゃないのかなというわけですね。はい、まあいろいろ工夫して使ってください。電気がなきゃいずれにしても出ませんからね。はい、そういうわけで36発の押しが4発ってわけで40なんですね。8発の2発が4台ってことですね。40発っていうのはね、まあ、そういうことですから、はい、8発に対して押しが2個ずつ入ってるということで、8発っていう商品もあるのかな。8発もやっぱ6、7ワットぐらいで押しピークで押してキロとかキロ2、300とか出してんじゃないのかな。10発だともうちょっと出るもんな。だからね、やっぱり4倍押さなきゃ出るわけないんですよね。はい、そういうわけで電気とハケの勝負ですって、そういうことでちょっと脳が消えちゃいましたけど、はい、今日もぼちぼち、東京はねまだ雨も降らないで天気なんでのんびりでしょうかね。はい、やり直し起こしたことをぼちぼちやっています。 CPU 飛んでくるかな、ゴールデンウィーク終わるとね。はい、皆さん頑張ってください。のど飴でも舐めていい返事を出してください。どうも。